はい、皆さんおはこんばんちは。ミラクルゴルファーマモルです。私の最近アップしたショート動画ご覧いただけたでしょうか。ショート動画の中にですね、この右手のね使い方、これをねヒントになる動画が上がってるんですけど、それのね、説明ですね、詳細、これをお伝えしたいと思います。ここ幡ヶ谷でレッスンしてて、一番多いというかね気になる点、アマチュアの人たちにこう共通する気になる点、これがですね、右手が使えないでね、右側ですね、右サイドが使えないで一生懸命体を回そうとしすぎて体も一緒に回って手が全然ついてこなくて、フェースが開いて当たって右に行くとかスライスするとか、これがね非常に多いんです。でこれのまあ原因はいろいろあると思うんですけど、結構ね多いのはやっぱり手を使っちゃダメとか、コックを使っちゃダメとか、こねくり回しちゃダメとか、なんかそういうね、あの体を回しましょうとか、そういったこう今まで言われてきたことを忠実に守ろうという意識で打つとそれが起こると。右側が使えなくて結果的にうまく打てないと、そういうのをねこう防止する練習方法、ドリルとしてね私は提案している、よくお話しているのが、まあ、いわゆるスピリットハンドっていうんですけどね、普通のグリップよりも右手だけ離してこれでスイングしていくという、そういうね練習方法です。これやってみると分かるんですけど、まあ、この自分の腰ぐらいの高さで通常通り持っていただいて、そのまま腰ぐらいの高さに構えます。でこれのまま振っていくと、通常多いのがこういうふうに、ね、体が回って手が降りてこなくて開いて当たると。これは腕と体のポジショニングですね、一緒に回そうとしすぎて一緒に回ってきてもダメなんですけど、体を回そうとすると腕だけこう置いていかれて打ってきてしまうんですね。これを防止するというかね、癖付けするために、例えばここで構えていれば少しね右手をこのグリップエンドぐらいに持ち替えてください。ここですね。そしてこのままゆっくり振ると、クラブフェースを必ず元に戻すと、この動きを少しねこう繰り返して、そしてこれを振ってみるとですね、振るときに体だけいって手が開いちゃダメですね、フェースが開いちゃダメです。フェースは必ず構えたところに戻す、戻して振ると。でこれをゴルフのスイングと同じように、そうするとね最初はこう手をすごく下にしてあげると、右がね右手が特に右手がどういうふうに動いてくればいいかっていうのよく分かります。で少し慣れてきたら元に戻していってもいいと思いますけど、ショート動画だったのはねこのボールを打つという作業でしたね。やはりこのスピリットハンドにしてこれでボールを打つと、でこの時に必ずフェースが元の位置に戻るように振っていくと、これをねやってもらえると右手の使い方がよく分かってくると思います。そうだね、練習しなくてもこう素振りだけでもね試していただくとかなり違うと思いますので、コースの中でちょっと時間が空いている時とかに振ってもらうといいかなと思います。まあそんなあの練習をね取り入れてください。それでは皆さんまた見てください。あらバイバイ。